あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。こんなとこに。さっちゃんはいつも青い鳥さんを探してるです。でも今は巻きを巡りというご本に夢中のようなのです。なるほど。さっちゃんって前おった女の子よね、多分。うお。さあ出発しよう。へい。ってことで次の神殿へ。神殿？神殿じゃないか。エリアへ行こう。ゴーゴー。マネビトを連れて出発するか。ほい、出発する。ではマネビトを目覚めさせようぞ。イーナンアゴマサリトヒヨー、イーナンアゴマサリトヒヨー、キエーイ。へい、行くぜお前ら。よし、これで投げちった。よし、出発。ってことで今回は火山エリアの最終だ。炎の神殿。弓やブーメラン、空気壺やけど、まあゴロンの着ぐるみで行けばいいでしょう。今回も火山エリアやろ。まあこれで行こうかな。うん。炎の神殿1。さて今回は何がどうなるんだ。とりあえず自分どうしよう。空気壺、空気壺を手に入れた Y でいろいろぶっ飛ばせ。はい、次弓矢を手に入れた Y で矢を撃てるぞ。ほんでブーメランを手に入れた、他のプレイヤーを引き寄せることができるぞ。お、今回全員バラバラの武器だな、珍しい。でどうやって渡るのこれ。え、これどうやって当たるの。これ空気壺でさ、この距離飛ばせるっけ。ちょい待ってね。てか思ったんやけど、この2人重なって、あ違う、こっちじゃない、こっちか。このさ、2人が重なった状態で飛ばすことは可能かい。間違えた。可能かい。あ、いけるいける、できるから、これでちょっとギリギリのとこまで行って、すぐ後ろから、へい、はっ、え待って、沈んだんだけど。え、そういう、そういうやつっすか。え、やべえ、私の苦手なスピード系だ。これで一人ずつ行った方がいいってことやね。ってことはあれだ、楽をしようとすんじゃねえよって話か。あれ、これで、あ、なんかここにスイッチがある、3つ。え、3つスイッチがあるのはいいんやけどさ、これ自分は、自分はあれかな、ブーメランで引き寄せてもらう系かな。ってことはこれギリギリにいて、へい、おいで。これで、あー、落ちた、落ちた。あ、そっか、落ちたけど、私は泳げるんだな。オッケーオッケー。あー、そっか、いいね、いいね。上がれなかった。この、溶岩を泳いでるっていう、なんともな感じ。あ、これスイッチの部分にいたら大丈夫なわけね。オッケーオッケー。ということだ。さて、スイッチ、あ、スイッチのとこにいたらはいいんだけど、あっこ、あ、そっか、炎に当たっても大丈夫なのか。ちょい待って。ってことはこの子をちょっと渡して、で、へい、来い。よし、これで、で、あとどうすりゃいいの。あ、間違えた。えにゃー、もうやめてよー。私は跳ね返っても大丈夫なんだ。え、この先、
この先はもう何も、てかハートが欲しいんだけど。よし、ハートゲット、ハートゲットはいいんだけど、え、なになになに、あれ、なに、どういう状態。あー、ちょっと待って、落ちても大丈夫なやつで見に行こうね。落ちても大丈夫なやつで見に行こう。あー、こういうやつで、あー、この先にトライフォースだ。スイッチか。え、これってじゃあどういう、え、これでさ、あー、これでも変わるんだね。オッケーオッケー。え、これ3人同時、いやー、どうだい、難しくない、だって沈むんだぜ。ちょっとこれ一人でやっ、一人では難しい。でもとりあえずちょっと落ちていいやつでやらないと危険でしょ。消えるんだわ、消えるんだわ。うん、この中ではできないし、危険だな。じゃあちょっと、そっか、これ落ちた場合はあれだ。おー、ちょっと待ってくれ。いやー、これ一人でクリアできます、できます。ちょっと鬼畜だ、鬼畜ステージだこれ。だいぶ、はい、妖精一匹。え、これいけるの、え、いけます、ちょっと、ちょい。んで、これでしょ。いやー、やべえわ、これどういう風にクリアすんの。え、これクリアできるの。え、だってこれさ、この上に人乗っけとくとか。あー、無理でしょ。そうなんだよ、無理だなー。ちょっと止まってくれー。いや無理だって、いや無理だって。何、何がしたいの。え、この子はあれ、落ちたらこの場で復活するかな。はい、落ちました、復活します。あ、この子はここに配置しとけばいいわけだね。オッケーオッケー。あとはこの2人だ、あとはこの2人が超猛ダッシュで、猛ダッシュで、いや、猛ダッシュで行ったとこでだよ。あー、落ちたし。だってー、何これ、泣く私。一回ちょ、こういう感じでやっとかないと無理パターンじゃない。で、こうだ。あー、ミスった、くっそ、ミスったぜ。これハートはさ、必ず消耗するって思っとかないとダメだと思うの、多分。ちょ、一旦さ、これでやっといてからの、あー、ダメだ、ダメだな、時間が持たねえな、これこれ、待てよ、これさ、私っていうか緑が弓矢を持っとくべきだったんじゃないかな。これ3人でバラバラとか確実に無理だからさ、こう、こう、あー、ほら、このパターンだ。あー、くそ、鬼畜だぜ。これ確実に、やべえ、あと1個、ダメ。あー、ちょっときついって。でもこのパターンでしょ。ほら、これさ、ゴローン、全員ゴローンだったらいけた。沈まない？ちょ、早く乗きたいんだけど、私。よし。はあ。とりあえず、
ちょっと待って、ハートない、ある、一個か。これでとりあえず、あー、これ緑が弓矢を持っとくべきだったな。いけないかと思ったもん。炎の神殿に。ってことで、ちょっとハートが欲しい。ハート回収。え、なに？え、なに？え、ちょっと待って、ちょっと待って。ここに来てそれですか。マジっすか。ハート、ちょっと、いや、ちょっと落ちたんだけど。マジで、こっから落ちるの。こっから落ちる分にはダメージがある。私でもダメージがある。それはあれか、高さ分のってことか。これで、こいつあれでしょ、またあれでしょ、あの前回出てきた。へい、来い。え、届かんくね、届く、これ。え、届きます、これ。この辺から投げろってことか。あー、こういうことか。ってことで、あー、届かない。これで、よし、入った。ちょっと待って、よし、これで、あい、こい、ほい、こい、こい、こい、えー、やー、ちょっとやば、間に合わんかったぜ、間に合わんかったぜ。これでこの辺から、はい、どうだどうだ。ダメダメダメ、ちょい待ってね。で、爆弾を取っといて、はい、どう、まだ、はい、あー、爆弾、おっしゃ、いった。体力1個しか減ってない、やったね。で、この壺、おーし、は、え、待って、マジで来た。ちょっと待って、油断した、油断しておりました、私。へい。ちょっと待てって。ちょっと落ち着けよ。はい。待て待て待て。はっ。あー、危ない。落ちる。来い。へい。あー。ちょいちょい、ちょっと、前回と同じパターンじゃんよ。ちょっと危ない。あー、待って、はい、早く、ちょっと遅いよ来るの。ここはダメだな、あれが取れないんだな。へい、来い。うわーっと、落ちた。マジか。はい、おいで。あー、ダメだ、あれは。ちょっと待って。これで、ここで爆弾取ってからの、はい。自分にダメージ。ちょっと。てか、こいる。こいつらはまた直接攻撃とかはできんわけか。えい。あー、怖い。おっしゃ、一匹やっつけた。これで、また、もう一匹やっつければ。えい。あー、届いてない。もう出てこんよね。もう出てこんだろうな。はい。よし。よしよし。これで、はい、あー、届いてない。くそーくそーくそー。これで、はい、入った、よいしょ。どうだ、まだか。あー、次こっち、はい、早く、はい、あー、届いた、よかった。あれでも大丈夫なんや。よし。
これであとは上に上がっていけばいいだけかな。ふう、まあ前回みたいにね、あっこまで狭い場所じゃなかったけん、まあ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 。んでハートをなるべく回復していきたい。今これステージ2やっけ。まだステージ2、ステージ2でちょっと難易度高えわ。よし、全部は回復できんかったな。はい、炎の神殿33はいいんやけど、ここはどういう感じのステージだろうか。あれ吹き上げられる系だね。ちょ、ハートない。あーあったあった、ハート。こっちはハート、ハート。お、あったあった。あ、これで一応全回復ね。オッケー。んで、え、これはポイってすればいいんか。え、でポイってしてからのあれ違うな。え、何これ、びっくりした。どこに行けばいいんだこれ。あれん、なんか閉じとるね。あれあれ、さっきまで開い、お、開いた。え、待って、これは何何何、スイッチ、ここにスイッチがあるん。え、何のスイッチだろうこれ。え、どういうスイッチだろう。え、ちょっとよくわかんないんだけど、どうしたらいいこれ。え、これどうしたらいいの。あれ、この炎をちょっとこう、いや関係ないね。あれ、どうすればいいんだこれは。え、このブロックもしかして、あ、間違えた。あ、動かせる動かせる。あ、なるほどね、そういうことね。ということみたいだから、ちょっと乗っててね。で、ちょっともう一回吹き上げられてからちょっと押そう。よいしょ。で、あっち側に持っていけばいいってことよね。なんかあっち側から撃てるみたいやけん、とりあえずこうで、次、よいしょ、こう、怖い怖い怖い。んで次こう、あ、行き過ぎた。んでこういう形になるじゃん。で、次でこっから撃てばいい。へい、イエーイ、橋かかった。で、あとは降りたらいいかな。あれ、降りたらいいかなはいいんやけど、なんか向こう側のさ、はあ、ミス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 、そう、はい、あの宝箱は取れんのかな。ね、取れないんすかあれ。ひょいって、うーん、あの宝箱はどうなんだろう、いけないということかな。まあでもしょうがないか。ちょっとあれ、 あれ、ここ行けんの。ここはあれか、ほいってやらんかったらいかん感じか。なるほど。で、下のやつちょっとハート1個。よし、さあ行くよ。よいしょよいしょ。これ危険だな、道細いし、落ちそう、落ちそうだから、ちょっとこっちのちゃんと手すりがあるところでやっつけたい。なんかまたあのクラゲみたいなやついるけど、よいしょ。あいつさ、なんかこう見たらさ、一瞬ケロロ軍曹みたいに見えた。あの宝箱回収したかったなぁ。ね。でも戻ってこれるかどうかわからんけん。炎の神殿4。あ、待って、ボスだ。ボスだわ。あれ？みんなは？周りか。これは。まあ、全員が降りたら開始ってことやなぁ。
よし。うおー、気持ち悪い。デグテール。テール。なんかちょっと長いけー。ちょっと待って。怖い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 。なになになに、もう。ちょっと追いかけてきすぎでしょ。これダメージ与えれるの？与えれんくね？キモいキモいキモい。待って、キモい。あ、もしかしてあれだ。あー、間違えた。多分さ、多分ね、多分だけどね、これ尻尾攻撃するパターンのやつだと思うの。ね、多分そうだと思うよ。ほらね、うん、尻尾だ尻尾で、ちょっと、あー待って、あーやべー、待ってやってよー。はい、もう一回、これで、ちょい待ってね、怖い。尻尾をすぐにしまいやがる。あの尻尾が光ってる時だ。光ってる時じゃないと意味がないということだな。早えな。これで、あーもうすぐに尻尾しまうんやけん。これでイエイ。こういう感じでどうです？し、くそ、イエイ。そう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 、そういう感じだよ。んーで、ち、当たんなかったぜ。あー、もうちょっとやったのに。ち、尻尾しまうの早いよ。イエイ。え、なに、なに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 、ど、あ、2段になったってことか、もしかして。ちょっと待って、これで切り替えるでしょ。切り替えてからのこういうことだ。へい、こっちだよーん。で、当たらない、当たらねー、くそー。よいしょ、イエイ。へへん、こっちだよこっちだよ。よし、これでどんどん動きが速くなってくぜ。どう、こっちですこっちです。あ、近い。ちょっと待って、きついねきついね。あー、しまうの早いし、ちょっとね、切り返しも早くなってんだよね。あー、あとちょっとで当たったのに。こっちだよ。イエイ、当たったぜ。へへん、怖い怖い怖い、ちょっと怖かった。もうちょっとで、おし、当たったぜ。
暴走してる、怖いよ。ちょ、3段になったよ、3段に。ちょ待って、落とされた。待って、暴走が怖え、マジで怖え。こいつの暴走がマジで怖え。当たらないし、怖いよ怖いよ怖いよ。どうすればいいのこれ。怖いって、しかも当たんねんだって。どんどんさ追い詰められてくよ。そしてスピードが速いんだよ。おっしゃ、いった。ハートあと1個しかなかった。危ないよ。イエイイエーイ。なんとかゲームオーバーにならずに済んだ。あー、よーし、ルピー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 、イエスね、クリアだね。間違えた。えへ、よし。ほい、ピコンピコンめっちゃ鳴ってる。よし、魔物の化石を手に入れた。あ、これ初めてやね。あとの2つは？あー、なんかあの角っぽいのが良かったかな。炎の神殿クリア、イエイ。あー、妖精あと1個やったよね。危ない危ない。あー、なんか変なところで取っちゃったやつ。あっこも苦戦したねっていう思い出。ほい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。次からはまあまた別のエリアだな。